波乱の予感ベスト16。正雄、大悟、日比野と3名のシードが脱落した追走トーナメント。広田、吉田など珍しい顔も並ぶ。注目は単走満点男、織戸学。追走はどんな走りを見せるのか。今回ばかりはマジモード。今日は確実に行く自信があります。マジ実力で。去年までの実績では断然手塚有利。しかし今日の織戸は何かが違う。非常に面白い対戦です。織戸が来る、後ろから。さあ手塚が、手塚の角度がいいぞ。一人よがりの手塚でしたね、これね。行き過ぎましたね。当てられたけど持ちこたえた。持ちこたえて動きもしないで頑張ってましたね。大きなリード、なんとなんと織戸学が持っていくということになりました。今度は手塚剛先行、後を追い織戸学。アドバンテージは織戸学が持ってっている。さあ手塚が来た。そして落としすぎだよな手塚。織戸が踏ん張れるか、持ちこたえるか、持ちこたえるか。織戸がさあ引けるのか、織戸が引けるのか。ちょっと戻った、戻った。織戸引けない、引けない、引けない。前へ行っちゃったよ。大きなアドバンテージにはならないはずです。 5.5 織戸というとこですね。そうでしょうね。決定です。ベスト8進出、織戸学です。アブネックス、はい、第1ミッションクリア。こいつ調子に乗せるとやばいよ、はい、やばいことになりかねないと。普通の人はわざとスピンするんですが、僕はそういうことはしません。臨場感満点、織戸目線カメラで後追いの様子をどうぞ。岡山準優勝の広田、今年好調の高山相手にどう走る。さあ今まずレクサス、後ろからアレックス・セブン、高山がさすっとインに入っていった。これは広田がちょっとインに入っていったために高山もそうせざるを得ない。さあこの辺のうまい切り返し、高山、ああしかしまっすぐ、まっすぐ、うまい切り返しだったんだけどな。これをどう取るか。土屋さん 5.5、 高山第3号部、上本さん 5.5。 土屋さん、やはり最後なんだ、ちょっと大きいんですが。あれ大きいんだけど、はい、やっぱり1コーナーのあのミスコースの広田、ね、広田ですね、あっちの方がでかいね。そうするともう高山はもうイン行くしかない、何もできないね、はい、よく当てなかったなという感じで、はいはい、今度はアレックス7、高山が前、後ろから広田、さあ振ってくる、ほぼ同時ぶり、ほぼ同時ぶり。さあいいラインだ高山、いいラインで高山。さあ広田がちょっと後ろに回っていくが、どうだどうだどうだ。ここの、ああまだちょっとまっすぐ気味なんだな。高山の最後のコーナーがちょっとまっすぐ気味に見えちゃうんですよね。どうやらこの広田対高山の対戦はサドンデス突入です。飛び込んでくる、まずはレクサス、広田後ろから高山、さあこ、おお高山、高山どっちもミスが、うわイカット、高山も最後イカット、どこをどう取るか非常に難しい。海本さん早く五分つきました。第3も五分、土屋さんも五分。あのね、はい、パッションでは高山ですね。確かにね、くっ、行き場なかったっす、悔しい。さあ今度は後ろから広田、どう攻めてくる、真ん中から振ってくる、振ってくる、スーッと広田が入るが、さあどうだ、それに対して逃げる高山、広田合わせてはいきたいが、どうだ、ここで引く、
どうだ、やられた。地上ということでベスト8進出、高山健二。新旧ストリートリーガルシリーズチャンピオン対決は思わぬ決着に。青いマシン中村、後ろから末永直人、さあどう出る。1本目振り出しは中村直樹。それはどこ行くんだ末永直人。気持ち出てるね。いや気持ちが行き過ぎたね。あれはすごいでしょ。だから第3交代決五分なんです。今のどうでした？殺されたかと思いました。ドキドキの中村が素晴らしい追走を披露。オレンジのマシン、チェーナガナオトが前、後ろから青いマシンの中村直樹が来る。さあ、ナオト、そして直樹、どうだ？お、いい形で振り込んでくる。チェーナガナオトが綺麗にインナーを開けて、そこにクラクラしながら、チェーナガナオトもいい走りだぞ、これは。さあ、そして直樹も。サイドステップを飛ばしながら持ってった。勝負としてはベスト8進出は中村直樹に決定です。しかし末永直人の熱い走りにも拍手を送りましょう、うん、いい走りだ。もうあのぐらいのやっぱり攻撃的な走り欲しいですね。いいね。はい。理想で全く勝てない水畑、内海相手に勝利なるか。後追いの水畑、どういうトリフトを後ろから見せれるか。どうだ、同時振り、同時振りで来てきたぞ。さあ、水畑がどっちが飛び出した。これは当たってないですね。これね、お互いのミスです。第3は5分。この190キロオーバーで、そうですね、同時振りあるいは先振りというのはものすごいリスクが高い、はい、さらにはそういう自信もあってということでしょうからね、うん、そうだね、はい、俺も 5.5 入れようかな。何を言ってこうなりますと単走の自分の一人の走りができればいいんですが、さあ振ってきた、水畑、そしてインガリンス。1勝8敗と負け越していたこの水畑が久々ベスト8進出は水畑力。おマジで嬉しいじゃないの。ちょっとダメ、やっぱダメだよね。あれじゃあね、危なかったの